青コーナーより腰垢シェロ入場。さあ、未だ燃え盛る反骨魂ド演歌ファイター腰垢シェロが入場してまいりました。赤コーナーより大森隆夫入場。さあ、自慢の斧爆弾を引っ提げてワイルドハート大森隆夫が堂々の入場です。腰高エッジシングルマッチ時間無制限一本勝負を行います。いけ青コーナー185センチ104キロ腰高エッジ千代腰高いけ大森。赤コーナーいけ大森110キロ大森大森エッジ高うハットリー行け大森。さあ、運命の金が鳴った。さあ、放送席挨拶は桃田さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌ツヤがいいですね。いい練習してきたんじゃないですか。ああ、そうですか。行くのか。フライングメイヤーで倒します。頸動脈を狙ってまいります。ロープブレイクです。ロックアップ、ボディースラム、ねちっこい展開に移行してまいります。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えないですね。ああ、そうですか。逆に投げてまいります。組みに行きます。ボディースラムで叩きつけます。腕を固めて変形の締めを見せてまいります。腕をフックします。蹴りを見舞ってまいります。まあ、レスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですよね。要するにファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。起こしてまいります。掴んだ、ヨーロピアンエルボー、組み合います。ロープに振った。さあ、この腰中志郎、早くもやる気満々のこの男でありますが、試合前控室を訪ねてみますと、今日はやってやるって、俺がこれから嵐みたいな風吹かせてやるということですよと語っておりました。まさにド演歌ファイター、腰中節全開であります。抱えます。今すごい角度でしたね。いやー、ちょっと頭打ってるかもしれませんね。キックを打っていきます。腰を落とします。耐えます。掴みます。クラシカルなエルボースラッシュ。この辺の技の展開いかがですか。そうですね、こういった技はボディーブローのように徐々に効いてきますからね。いい攻め方だと思いますよ。あ、なるほど。カウントが入ります。カ
カウント2つで返してまいります。チェックを担います。こういう技なんですが、次の日ミミズ腹になるんですよね。そうですね。でもレスラーは逃げることを許されませんからね。ああ、頸動脈を締め上げてまいります。ナックルを打ち込んでまいります。サイドからコブラツイストの体勢。組みに行きます。ネックブリカードロップで落としてまいります。スタンディングを取らせます。行くのか。ロープに振ってランニングしたネックブリーカー。ボールに入ります。ボールを返します。腕をフックします。させません。ロックアップ。コーナーに振った。ドロップキックを見舞ってまいります。抱えます。 DDT 立たせていく。バックを取ってバックドロップ。岩石砕け散る。カバーした。カウント2つ。惜しい。キップアタック強烈。組み合った。腕をフックした。ブレインバスターで叩きつける。引き起こす。バックに回った。投げっぱなしのジャーマンスープレックス。そのまま体固め。もうここまで来ると作戦とかじゃないですね。出たとこ勝負ですよ。奥歯を噛みしめた。打たせない。抜くのか。ハンマーパンチ強烈。もうレッドゾーン入ってますね。もうここまで来ると気持ちで行くしかないですよね。はい。エルボーを打ち込む。トップロープを奪う。急降下。膝バックだ。テキサスクローバー。をつかんだ。容赦のない攻めだ。ガジェット組み合った。ネックブリーカーで叩きつける。ウルネルソンの体勢。ウルネルソンからドラゴンだ。カウント 2.89。 ブレンバスター行くのか。ブレンバスターで投げつける。抱き起こす。ドラゴン行くのか。ドラゴンスープレックス。もう一発いった。ここでロープブレイク。ロープに振った。強烈タックル。起こした。抱えた。あと DDT。 放っていくのか。小脇に抱えた。抱え上げてバックドロップ。体を預ける。ロープに逃れました。ドロップキックが突き刺さる。すごい顔で打つ。いけるか。コーナーに振ってジャンピングヒップアタック。トップロープを狙う。組み合った。アックスギロチンドライバー。カウント 2.9。 そうは簡単にはいかせません。エルボーを入れていく。頭を掴んで、あっとエルボー。アックスボンバー。三つ股の槍。危ない。カウント 2.9。 腕を回した。
のあたり。15分経過。あと15分経過。パンチ、ガジェット組み合った。あと逆に投げていった。ドラゴン行くのか。ドラゴンスーパークス。カウントリーテイク。重点を打っていた。キック、いけるか。投げていった。すごい音がした。掴んだ。エルボー強烈。頭を掴んで、エルボー強烈。小股に挟んだ。脳天勝ち。まったパイルドライバー。首切り斧が火を吹くのか。起こした。